久保さんあのガナリさんも言ってましたね出資者の人にいや俺がそ,そっち側だったらガンは隠すねと言わないねとそうまあこれはねまああのー、まあ僕が甘かったとこですよねまあ最後の最後言ってしまったっていうねあのお金あの貸し付けてました返,返してくださいみたいな,なんかまあなんかあれですね まあ言って悪いことではないけど言ってしまうメンタルというか言ってしまう考えというか言ってしまう自分の器っていうとこなんじゃないかなと思いますねだもし多分多分ですよ多分今僕結構鹿児島で独立して5年以上経って6年目か多分ね前の社グループ会社で社長やってた時よりかは結構ねちょっと成長したと思うんですよ だからもし、まあ今の自分があの時に戻ってたら、あの時だったら、多分ね、2000万の借金作ってないと思います。おそらく。おそらくね。うーん。その何が何で無理やり上げ作ってたと思いますね。うん。やっぱね、甘かったですね。多分。うん。今思うと。うん。今本当にね、誰も言えないですからね、僕。誰にも言えないですもん。 まあ、ガナリさんも言ってましたけど、経営者っていうのは誰にも言えねえんだぞと。誰にも相談できないし、誰にも言えねえと。それでもやっていくんだと。うん。そんなガンでしたとか関係ねえみたいな、なんかね、趣子さんにあの言ってましたけどね。うん。いや、ほんとその通りだなと思いますね。やっぱね、なんか自分で起業したわけじゃないんで、やっぱエスカレーター式に、まあ、ステップアップしてね、僕は社長っていう、 なんだん、とこに行ったんで、うん。まあ、それがあんまり良くなかったんでしょうね。自分で決めて、ね、会社名も適当だったし、<laughs> 会社の社長だけど、その会社名は適当に決まったし、うん、今の会社名はかなり考えましたからね、やっぱ自分で、自分の会社っていう感じがする、し,したというかね、自分で、 司法書士さんにお願いして税理リーさんとか相談してとか何かいろいろやって金払って自分でやったんでんまあ今回は社長の社にしましょうかいってらっしゃい